チョウケンダッシュです。さあ今回は、まあ、ザ・プレイということでね、その節その週だったりとか、まあ、ちょっといろいろこう話題になってるプレイを一つピックアップして、僕がまあ5分ぐらいで5分以内でできれば解説するというそんな感じの企画をやってるわけですけども、まあ、今回はですね、本間シオンがやばいことになっているらしいということで、まあ、アルベックス新潟 J2 の、まあ、本当愛されてる10番ですね、本間シオンドリブラー、まあ、今更っつーかさ、そこはあるじゃない。ぶっちゃけね、J2 民、J2 の民としては、まあぶっちゃけおなじみで、別に今更驚かんけどないっていう、まあずっとやばいけどみたいな感じの話はあるんですけど、なんかこの間ね、昨日かな、 YouTube の方にJ リーグ公式から、スーパープレイ集みたいなのが上がってたんですね。でなんでこのタイミングで上げんのって思ってってると、やっぱ遺跡とか、ほにゃほにゃとかいろいろあるんじゃねえかなと思っちゃうんですけども、まあぶっちゃけね、 J1 勢はよだれたらったら垂らして見てんじゃないかなと思うけれども、じゃあ今回はね、その YouTube のそのスーパープレイ集が出ている中で、プレイをいくつかピックアップして紹介したいなと思ってて、でそのピックアップされたプレイの中で僕一個やっぱ気づいたことがあったんですね。でポイントとしてはですね、やっぱドリブルだと思うんですね、彼の特徴はね。まあ、キレッキレなあのドリブルですね。やっぱ見ててワクワクするし、あれがねやっぱね才能なのよね、やろうと思ってもできないんですね。そうで、だけどこうより細かくドリブルすごいだけだと面白くないんで、じゃあドリブルの何がすごいのかって話をしていこうと思ってて、っていうのは具体的に言うと何がすごいかって思ったかっていうと、ドリブルに対する守備に対するプレーがやっぱちょっと進化しているなと思ったんですね。まあ基本的に本間シオンに関しては、まあ基本ね、左からこう中へのカットインのドリブルがやっぱ強烈じゃないですか。水戸戦とか群馬戦なんかやっぱわかると思うんですけど、水戸戦なんかここからこう中にカットインされてしまう。まあこれぐらいのさ、やっぱこう切り方だと、普通に中にカットインされてしまって、コンビネーションとかも駆使されて、ゴール決められてしまうんですね。で、あと、群馬戦も、やっぱこの切り方すごくね、まあ、これ最悪なんですね。まあ、群馬の守備が最悪っていうのはこれ間違いなくて、ほんま1人に対して2人行ってるんですけども、まあ、どっちに誘導したいのかよくわかんないじゃないですか。外に誘導したいんだったら、まあ、近い方の選手はもうちょっとこう中切らなきゃいけないですし、じゃなくて、まあ、縦ちょっと切ってますみたいな、斜めちょっと切ってますけど、でもう一人の方が中にいて、でこの人がやっぱ中にカットにしてきたんだったら、スライディングなり、まあ、体ガツンぶつけんなりすんのかなと思いきや、そうでもなく普通にこうね、中への侵入許して、で普通にまあ、ここまで侵入されると普通にいいシュート飛んできますからね、本間シオンなんで。素晴らしいシュートがポスト直撃みたいなシーンありましたけども、だからこの、どっちかにこう誘導しなきゃいけないっていうのが、やっぱこの本間シオンと対峙する上ではあると思うんですね。で、じゃあどうすんべという話で、岡山と長崎は外に追い出そうとしましたね。まあ、岡山戦なんかやっぱね、そう、すげえわかりやすいのが、いや、結局さ、本間シオンと対峙した時って、やっぱ右足、左足、どっちを使わせるのが、どっちがマシかって話になってくると、やっぱ左だと思うんですよ。そう。だから、左からこう、ドリブルしてくる時には、まあ、右足を切って外に追い出すっていう。そう。にもやっぱセオリーだと思うんですね。まあ、これはまあね、セオリーでもありますし、まあ、どっちがマシかっていう、そう、判断で、まあ、外に追い出すしかないっていう状況にはなってるんですね。で、ただし、本間シオンね、今、外に追い出してからも進化してしまっているっていうのがちょっとありまして、まあ、まず、ドリブル開始された時に、やっぱその足の回転がちょっとなかなか速すぎて、ちょっとなかなか、アタックできないっていうのはディフェンダーとしてはあるんですけども、頑張って、外にこう、綺麗、ね、追い出そうとしてますよね。中へのこのカットインを許さないような体の向きしてますよね、このディフェンダーも。なんですけど、まあ、昔どうだったか知らんけど、今、外に追い出して、外側にこう、左足側にこう、誘導したら、あと、左足のクロスの精度が高くて繋がってしまうっていうのがあるんですね。だからこっからも、クロス、入って、大外でこう、合わせられてしまっていたんですね、岡山がね。で、長崎は長崎で、同じようにこう、外に誘導しようとしてるんですね。で、外に誘導するんですけど、やっぱ早すぎて、中に、ペナルティエリアに入られてしまうと。で、入られてしまったらもう、ほぼ足出せなくなってしまうんで、で、外にカットインしても、で、外逃げられるんですけど、そっからのクロスが速くて、で、しかも正確に高木義明に繋がってしまうっていうのがあるんですね。なんで、中に誘導、まあ、してるわけじゃないけど、中にカットインされてしまったら、すごいシュートが飛んでくる。なおかつ、外に誘導し
したとしても左足でクロスが高い精度が入ってしまって、それで決められてしまうっていう、まあ、ちょっと手のつけられない状態になっているなっていうのが正直見てて思ったし、あとやっぱこの外に誘導したりとかするときに本間氏もなんかわざとこうボールさらして、で相手が突っかかってきた時に一気にこうクッと外に持ち出すっていうのがあるんですけど、これができるのってやっぱ相当ボディバランスいいし、あのボディバランスやっぱこう鍛えられてて、あのバランス崩しちゃうんですけど、あのそれでも崩れなく精度高いプレーができるようになったっていうのがあると思うんで、ちょっとどうしようもないっていうのが あってね、見ててワクワクしてしまいました、敵ながら。でね、まあこれであの下部組織出身の選手と、しかも新潟県民ということでね、まあそら愛されるわなということありまして、まあ俺は強いサポなんでね、あの絶対にあの屈辱は忘れませんけれども、まあなんかさっさとあのみんなでね一緒に J1 行ってくださいっていう感じです。はい、以上今回はご視聴いただきましてありがとうございました。まあ次回当たる時はちょっとお手柔らかにお願いします。チャオバイバイ。